吉江さん、うっかりしていたら10年20年すぐ経ちますね。私もですね、白髪が出てきますよ。だからね、私毎月染めに行きたいなと思ってるんですよね。2ヶ月に1回ぐらいですけども、毎月行ってもいいかなと思うんですよね。ただ髪の毛染めるのは時間かかるんですよね。まあけどやっぱりこうやってね、カメラの前に出て少しでも若々しくいたいですからね。で、時間ってのは本当にあっという間で、私ね、よくこういうことを言うんですよ。まあ町内会でよくあるんですけども、どんどんね、 IT 化、パソコンを取り入れていったりとか、インターネットを使っていって、もっともっとね、個人で処理できる量を増やしていかないと、まあ今のままだったらね、いちいち誰それさんが誰それさんのところに会いに行って、で口頭で伝えてね、で文章で伝えてとかやるのも、まあ顔を合わせながらやるのも悪くないんですけども、お互い忙しいでしょうと、行ったらいなかった、もう一回行かなくちゃいけないみたいなことを繰り返されるよりも、 LINE でポンと通告した方が何かとスムーズなんじゃないですかっていうふうにね、お話しすることがあるんですよ。で、実際私この1年そうしてきたんですよね。すごく作業は軽減されてスムーズだった部分はあります。ただやっぱりね、こういう意見もあります。なかなか年寄りにね、今からスマホだとか LINE だとかきついよっていうこともあるんですよ。で、そこで私はこう言うんですよね。いやいや、急に始めましょうって話じゃなくて、パソコンなんて50年前からあるじゃないですかと。インターネットはまあ言って20年前ぐらいからでしょ。 LINE だって10年前からありますよ。その時にやらなかった月が今来てるんで、だからまあ今からね、やりましょうって話じゃないんですよって、で、やらずに過ごしてきたこと、なんとかなると思ってきたことが大きなツケになってるんじゃないですかってことなんですよね。だからね、仕方なく今日の状況になったわけじゃなくて、何度も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 食い止めるようなことはできたはずなんですよ。どんなことでも、でそのたんびに先延ばししたり、そのたんびにね、やっぱこう自分にごまかしてきたっていうところも否めないと思うんですよね。私もね、40過ぎていきなりパソコンやってインターネットで稼ぐなんて、そんな世界が来たわけですから、それは通常は戸惑いますよね。で、私はね、でもね、それでも今日やらなかったら1年後、5年後、10年後にやらなかったことのツケがバカでかくなるってことを知ってたんですよ。だからまあその時やりましたよね。で、振り返ってみると、私が人並み以上に体力があるのも、10代の頃にね、しゃかりきやってきたからでしょうね、体を使うこと、もう内在する筋力とか瞬発力がなかなか衰えないんですよ。だからそれを筋肉貯金っていうのかもしれないですけどね、体力貯金っていうのかな。まあそれほどアスリートみたいに激しくやったわけではないですけども、これでもね、やっぱこう体が頑丈なんで気力が衰えにくいですよね。それは本当に助かったなと思いますね。まあそういうところは大きかったのかなと思います。人間っていうのは今日この瞬間に生まれたわけではなくて、今までの一日一日の小さな積み重ねの総合計でできてると思いますんで、やっぱそういう意味では自分の今日の一日の暮らしってのは未来への投資であり、未来へのプレゼントなんじゃないかなと思うんですよね。だから今日のなんとなくとかが、今日のやり過ごしがもしかしたら、まあどっか人生のね、これからの先の自分の邪魔をしてしまうんじゃないかなというところもありますんで、いや本当にね、やっていかないとなと思いますね。まあ、やります。今日もやります。いってらっしゃい。